はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は8月20日、新情報がちょっと出たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、新情報といっても、水着メルトリリスと、水着沖田さんのスキル構成と宝具構成が分かったという感じなんで、まあ、そのスキルを見ながら、まあ、こんな感じだろうなっていうのをお話ししていきます。よろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、まずメルトリリスからやっていきましょう。画像をポンポン出しながらやっていきます。まずメルトリリスなんですが、スキル構成こういう感じですね。まず第一スキルが自身のアーツ性能アップで、第二スキルが自身に無敵状態付与し、強化解除耐性をアップ1ターン、そしてフィールドを水辺特性にする状態を付与3ターンと。で、第3スキル、自身を除く味方全体から NP を吸収し、自身のスター集中度をアップ1ターン、攻撃力を1ターンアップというスキル構成になっております。で、宝具に関してなんですが、フィールドが水辺の時、敵全体の回避状態を解除してから、敵全体に強力な防御力無視の攻撃、スター大量獲得オーバーチャージで効果アップという構成になっております。まあ、スキルから見ていくんですが、いやー、まず第一スキルのアーツ性能アップ、これ見た瞬間ね、うって思ったよね。そのチャージタイム見てもらえればわかるんですが、これスキルレベル6でチャージタイムが5なんですよ。これスキル間にするとチャージタイムが4になって5ターンになります。ということはずっと永久期間ができるんですよね、スキル間にしなくても。そういった意味でなんだこれ、シンプルなアーツ性能アップだけなんだけど優秀。これスキル間にしたら結構アーツはかどるんじゃないっていう感じだね。いいな。倍率が多分5ターンだから 20% ぐらいな気がするけど、まあそこはまあ永続できるといった意味では別にいいんじゃないかなと勝手に思ってます。そして、次なんですが、完全流体第2スキルですね。自身に無敵状態と強化解除耐性アップ、これに関しては優秀だね。その天草四郎とか、それ以外で言うとアビゲイルがもし高難易度で出てきた際にそれを対処することができる。で、最近の高難易度だといきなり強化解除してくることがあったりとかするんで、それをあれだね、補うことができるといった意味でこのスキルはわりかし強いかなと。ありがたいね、無敵ターンのみのに比べたらまあまあまあって感じです。で、フィールドを水辺特性にする状態付与、これでかいよね。その水辺特性にすることでメルトリリスの宝具が刺さりやすくなるっていうのもあるんですが、まあ他のキャラクター、水辺だったら何やったっけな、マルタさんとかも水辺特攻あったっけな。まあそこら辺ともうまいこと合わせることができるといった意味で、うん、普通にいいかなと思います。で、これはまあスキル間にするとチャージタイムが6という感じですね。で、第3スキル、自身を除く味方全体から NP を吸収する、そして自身のスター集中度アップなんですが、これに関しては単純明快だね。あのお前らの NP くれ、そして俺が強くなるみたいな。まあメルトリリスっちゃメルトリリスっぽいよね。まあこれあることで自身の宝具回転率を上げることができるといった意味ではいいかなと。で、メルトリリスに関してはアーツの全体宝具ということもあって、まあ仮にシステム組む際に味方から NP ちょっと吸収して宝具溜まったっていうこともなきにしもあらずなんで、そういった意味で使い道は結構あるかなと。で、自身のスター集中度アップに関しては、まあ、クリティカルがしやすくなるといった意味でいいかな。で、攻撃力アップ、これが1ターンなのがちょっとネックかもしれないね。これがもし3ターン続いてくれたらシステムとか組む面でまあまあ火力が安定して出せるというのがあったんですが、まあそれができなくなったといった意味で、どうなんだろうな、1ウェーブか2ウェーブ目に使ってあげる、もしくはもう3ウェーブ目で一気に火力出すっていう際に使ってあげるとシステムはもしかしたら組めるかもしれないね。ただまあシステムに関してはまだちょっと情報があまり出ていないので、まあ実装された時にいろいろと遊んでみようかなと思います。そして次、宝具、フィールド水辺の時に敵全体の回避状態解除、これいいね。水辺状態を第2スキルで自分で作ることができるんで、まあ回避相手だった場合即有利を取ることができる、それがいい。かつ強力な防御力無視の攻撃、これがでかいんだよね。防御力無視の攻撃ってわりかし最近便利なんですよ。その高難易度行くときになんかすっげえ防御バフされた、うわめんどくさいなっていうのを無視することができる、それがいい。かつスターを大量獲得、こ
これもね、クリティカルが今後しやすくなるといった意味で結構いいかな。ってことを考えると、1回目メルドリリスで宝具打った後に、その次第3スキル打って他のキャラクターから NP を吸収して、スター集中でクリティカルで殴るっていうやり方も結構ありかもしれないね。メルドリリスに関してはね、結構ね、使い道がね、良さそう。で、コマンドカードは Q2 枚、アーツ2枚、バスター1枚ということで、アーツチェインすることで多分、宝具2連発とかは簡単にいけるんじゃないかなと思います。まあ、玉物バフとかも入ったりしたら安定して打てるようになるんじゃないかな。そして次、沖田さんですね。まあ、沖田さんに関しては正直なところね、絶対荒れると思うんだ。俺的には正直なところ、グダグダ言うのは嫌だなとは思うんですが、ちょっとスキル構成、宝具構成見た際に、ちょっと尖りすぎてるなというのは個人的に感じました。まあ、それを踏まえた上でお話ししていきましょう。まず第一スキル。自身のクリティカル威力を一旦アップし、スター集中度を一旦アップ。デメリットとして防御強化状態を一つ解除。第二スキル。自身に回避状態一旦付与し、必中状態を一旦付与、宝具威力を3ターンアップ。第2スキル、第3スキルですね、すいません。自身の急性能を3ターンアップし、毎ターン徐々に防御力がダウンする状態を3ターン付与、強化扱いデメリット。で、宝具に関しては敵全体に強力な攻撃、そして、防御強化状態を解除し、防御力ダウン3ターンオーバーチャージで効果アップ、自身に確率でスタン付与という構成になっております。皆まで言うな、スタンはなぜ入ったんだと言いたいです。俺はそれを一番言いたい。まあ、スキルからまず見ていくんですが、まず第一スキル、自身のクリティカル威力アップ、スター集中度アップに関しては、まあ、このスキル使用してあげることでクリティカルがしやすくなるといった意味で、火力を出しやすくなるといった意味では正直、優秀な方に入るんじゃないかなと思います。まあ、一ターンしか続かないんで、そこをどうするかという感じもあるかな。で、防御強化状態一つ解除のデメリットなんですが、これ自身に防御系がない限り、デメリットになりません。なので、これに関してはデメリットのようでデメリットじゃないんじゃないかなと、デメリットに見えないデメリットと思ってもらえれば大丈夫かなと思います。まあ、基本俺はこのスキルは方法を気にしないかな。で、第2スキル、自身に回避状態一旦付与し、必中状態を一旦付与、宝具威力3ターンアップなんですが、宝具威力3ターン続いてくれるんで、回避と必中に基本、目を向けることができるといった意味ではいいかなと。で、回避と必中どっちに目を向けるかに関しては、基本回避を向けていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、敵に宝具打たれそうだなと思った時に回避使ってあげる。で、必中打てる時に関しては、まあ、基本このターンで勝負を終わらすといった時に使ってあげればいいんじゃないかな。で、これ宝具威力3ターン続いてくれるんで、本当に優秀だよね。これは普通にありがたい。で、ここポイントなんですが、第2スキルを使用して第1スキルを使用すると、回避状態が解除されてしまうんで、そこのところは注意してください。もし第1と第2を打ちたいなと思う場合、第1スキルを使用してから第2スキルを使用する、それで OK かなと思います。で、次、第3スキルなんですが、自身の急性能アップ3ターンなんですが、まあ、これに関しては沖田さんのコマンド Q3 枚持っているんで、星出ししやすくなる、かつ宝具の火力が出やすくなるといった意味でいいかなと思います。で、毎ターン徐々に防御力をダウンする状態、3ターン付与、強化扱いのデメリットなんですが、これはちょっと痛いね。まあ、アサシンクラスといった意味で、キャスターに殴られる際、あまり、まあ、キャスター自体に火力がね、あまり出にくいといった意味で、まあ、ちょっとは耐えれるかなとは思うんですが、やっぱり防御力ダウンするのはきつい。で、これ強化扱いなんで、強化無効とかをね、強化無効じゃないわ、そこら辺をね、対応できないんだよね。それがちょっとめんどくさいなと思います。ただ、この強化扱いって第一スキルのさ、防御強化状態一つ解除と、ちょっと、あれなのかな、シナジー合うのかな、合うんだったら強いんだけど、まあ、この様子だと多分合わないから、この3ターンの間どういう風にバトルを乗り切るのかっていうのは考えどころになるんじゃないかなと思います。そしてラスト、宝具なんですが、敵全体に強力な攻撃をしてから、防御強化状態を解除なんですが、これに関しては攻撃してから防御強化状態を解除してくれます。なので、まあ、仮に無敵とか貼られていた際、攻撃をしてから無敵を消してしまうんで、まあ、そのタイミングがちょっと重要かなと思います。周りの回避とかを省きたいと思うんだったら、まあまあありなんですが、まあ、使用するタイミングだね、そこがちょっと重要になるかな。で、防御力ダウン3ターンに関しては、
防御強化状態解除されてから防御力ダウンが入るんで、その後のコマンドをどうにかするっていう感じかな。で、これオーバーチャージで効果アップするんで、 OC 上げると防御力ダウンがさらに入りやすくなって、火力が上がりやすくなると。でこれですね、自身に確率でスタン状態一旦付与、これのデメリットがね、何とも言えない。その確実にスタン状態付与するんだったら、まあ対策はできるんですが、確率でスタン付与なんで、その確率の壁をね考えないといけないといった意味でちょっとめんどくさい。かつ第一スキルとうまいこと急チェインで合わせようと思った際、スタンしてしまうとそれ以降の攻撃ができなくなります、沖田さんに関しては。そういった意味でちょっとスタンまではいるのかって正直なところを思いました。ただこれ防具火力が出かかったら、お強かったらね、まあ何とも言えないとは思うんですが、どうなんだろうなっていうのが思うところかな。で、コマンドカードは Q3 枚のアーツ1枚バスター1枚ということで、基本星出ししながらバスターアーツでクリティカル狙っていこうという感じの構成ですね。はい、以上ということで、とりあえずメルトリリスと、沖田総司の水着の話をしてきたんですが、まあこの2人は、確か星4で実装されるのかな。で残ってるのがあと獅子王だけなんで、今回獅子王が多分星5サーバントになるんじゃないかなと思います。ただそれ以外で言うとどうだろうね、獅子王が今キャスターで来るんじゃないか説が出てるんで、まあそういった意味でどうなるのか今後結構楽しみかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。